どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、ルーゴ編続きやっていきましょう。で、今回、アトレティコ戦やっていきます。で、アトレティコと勝ち点並んでまして、今、得失点の差でね、1位2となってますけども、まあ、なんとか勝ち点3積み上げて、首位に立ちたいと思いますので、頑張っていきたいと思います。で、前回は補強の方をしまして、まあ、なんだ、攻撃陣の方で、テコ入れできたかなと思います。結構いい選手たちが集まったかなと思うので。まあ、ジェルマンとかですね。あとは、バルーボナとか、アウシシューとかですね。勝手に入ったし。あと、追加でですね、一人、補強したんですけども、あと、ドミンゲスとかね。ルベンペレスを、レガネスから補強しました。まあ、アンカーのとこで、イリエ・サンチェスの代わりにね、なるような選手が欲しくて、で、3億円くらいで取れそうだったので、まあ、オファーして取ったって感じです。で、もともとセンターハーフだったんですけど、アンカーにコンバートしました。そしたら能力上がりました。プラス2でね。まあ、ハビ・マルティネスと同じような感じですね。アンカーだったのをセンターバックにしたらね、能力上がったっていう感じですね。うん。で、センターバックはちょっと薄くなったので、ソウが、レバンテにレンタル行って、ケリラがアトレティコにレンタル行ったので、で、トシカウエストハムから呼び戻しました。まあ、どちらか呼び戻してもよかったんですけども、まあ、出て行ってすぐだったので、まあ、トシカを呼んだ方がいいかなと思って。で、トシカはね、入っても、出る機会なくレンタル行っちゃったんでね、まあ、なんとか機会を増やそうかなと思って。うん。ってな感じですかね。はい。で、今回のアトレティコ戦のスタメンがですね、2トップがジェルマンとカンパナですね。で、中盤がバルボナ、メドラン、ルベンペレス、ブルニッチ、ロドリゲス。で、ディエゲス、マルティネス、フィレス、ジダンですね。で、ベンチが、このメンバーですね。で、アウシシュは今回ベンチスタートですね。まあ、ね、補強して一発目なので、スタメンで使ってもよかったんですけども、まだね、コンバートかは、コンバートも全然終わってないし、まあちょっとね、びっくりマークがついちゃうので、なので、まあ後半のいい時間になったらね、代わりに出すぐらいの感じで使っていこうかなと思います。で、バストンと、ルベン・ペレスは、元アトレティコなので、フルス対決ですね。アートはいないと思うんですけどね。うん。と思うんですけど、ちょっと知らないだけかもしれないですけど。あと、うちのチームではいないんじゃないかな、と思います。はい。じゃあ、このメンバーでやっていきたいと思いますので。で、そうそう、コメントをね、いただいているので読んでいきましょう。前々回の動画ですね、レアルとやった試合で、リーズのこういうチーム作ってもらえませんかというコメントをいただいたんですけども、まあ、アップデート来て、チームアップデートもね、来たら、やろうかなと思います。まあ、リーズってなかなか難しいかなと思うんですけども。まあ、能力高い選手が多いしね。うん。なので、まあ、ちょっと、骨が折れそうな気もしますけど、なんとか頑張って、いいチーム作れたらいいかなと思うので。あと、しっかりと、こういう監督で、こういうキャリア始めれるように、チーム力調整して作りたいと思いますので。なので、まあ、ちょっとそこまで能力高い選手っていうのはいないかもしれないですけど、まあ、もともといる、こういうの選手は残しつつやっていきたいと思います。ロドリゴとかね。あとジョレンテとか残しながら作っていきたいと思いますので、もう少し待ってもらえたらありがたいかなと思います。で、海外の方からコメントいただいてまして、ウィンブルドンプリーズと、次回のキャリアはウィンブルドンでしてくれってことなんですかね。ウィンブルドン候補の一つですね。次は成り上がりキャリアやろうかなと思っているので、イングランドでね。なので、候補の一つと思っているので、まあ、今3チームぐらい悩んでるんでね、まあそのうちの1チームかなって感じですね。で、前回の動画に、来季もルーゴキャリアですかと。そうですね、まあ、今ね、優勝争いしてますから、このまま順調にいって優勝したら、今シーズンで終わりですかね。来シーズンやってもいいかなと思うんですけど、リーグ戦をね、もう一回やってもあれなので、チャンピオンズリーグメインってなったらやっぱ試合数少なくなっちゃうんでね。どうしても、気持ちの面で、あまり、やる気が起きないかなと思うので、今シーズン優勝したら、
うん。終わりですかね、今シーズンで。まあ、もともと目標がね、CL 圏内で終わることだったので、なので、まあ、それでも達成なるので、目標がね、CL 圏内で終われば。まあ、それでも終わりになるかなと思いますけど。うん。ってな感じですかね。はい。まあ、ちょっと長くなりましたけども、試合の方ね、やっていきたいと思います。Good evening on what is, I regret to have to report, a pretty unpleasant night. The rain has been lashing down here. I'm Derek Ray, joined here on the commentary box as always by Lee Dixon. I'm looking forward to bringing you action from the Spanish top flight, La Liga. This ought to be a terrific spectacle, Lee. Thanks, Derek. Well, both managers will be reminding their players how important it is to get off to a quick start here. Attack the game from the off, impose your game. Defense. Lee, who will come out on top? Well, Derek, as you said, we're going to witness the best of both worlds. Being a defender, I'm going for a tight game. This back line's mean, but I'm kind of hoping I'm wrong as well and we see a bag full of goals. Wing-backs are important in this setup. Did you enjoy your experience of playing at wing-back, Lee? Not at all under Bruce Roach. It's a very, very demanding role, as we can see. The full-backs are exposed both offensively and defensively. Lots of support inside them, but going forward, they need to try and get the ball into the box for the two up front. さあ、どちらが勝ち点3手に入れるのか。いやー、手に入れたいな。周囲に立ってちょっと安心したいんやな。リーグ戦。Well, sometimes there's no great mystery in terms of a team's preferred style, and the visitors do like to press high. It's very much their game. Lee, would you expect to see more of that? Yeah, I think it's their preferred option for sure. Be interesting to see how high and how long they press for in this game. It's a really physical way of playing. That tactic suits them, but can they do it for all of the game? Herrera. Well, it's fair to say he's been across all the back pages and the focus of social media as well leading into this game. And the reports have been confirmed. He will, in fact, end his career at the end of the season. No two ways about it, Lee. A big loss for the club. Well, absolutely. They've got to fill that gap. More to the point, what's he going to do next season? Probably sit back, reminisce about his glorious time here. A fabulous player. Yeah, 1対1で引き分けても十分やわって思ってたんやけど。この時期にこの順位で勝ち点並んで意味合いが変わってくるからな。であの時ともチーム全然違うし、まずメンバーがほぼほぼ変わってるからな。開幕した時のメンバーが。Well, for Lugo, it was never going to be easy, and in the event, a draw last time out against Barcelona. すごいな、ガラッとチーム変わったな、マジで。ちょっと変えすぎたかなと思うけど。So close, these two teams. I'm going to predict another draw today. でも、まあ、多分、あのままだったこの順位でこの意味ある試合はできてないだろうな。They did have the ball, but not anymore. Excellent ball over the top. Really important tackle. Ah, こっちだったんか今。そうか。しょうがないな。Hermoso. Suarez. On the ball, João Félix. Suarez.もうさすがにここまでのチーム力の相手とやるともうホームだろうがアウェーだろうがあんま関係ないからな。いや、マジか。いやー、そこまで戻してくれ、助かった今。いや、あんまよろしくないかもわからん。おっとっとっと、マジ？そのさ、マジでさ、それやめてほしいわ。オッケー。ああ、コーナーか。でもまあまあいいでしょう。取ったのにもう一回押されただけ失う感じやめてほしいな。
危ないね。もうこれで決まってたら心折れたかもわからんな。すごいな今の。そういえば J リーグも開幕しましたね。これ土曜日の分の試合の前に撮ってるんで土曜日の分わかんないですけども、まあ、川崎とマリノスの試合は川崎がやっぱ強いなというか、いやーもったいないな、収めどころが悪い、ボールのねもらってからの。まあ川崎さすがだなっていう試合でしたね。まあ家永選手がすごいなっていうね、あの人バケモンだなっていうまあ中村選手引退しちゃったからね、チームを引っ張っていくベテランってなったらね、あらちょっとパスミスが目立ちますよ。守備は頑張ってますね。まあ今年も川崎強いなって感じですね。去年ほどの成績残せるかは分かんないけど、でもまあ去年あの成績で多少落ちたところで、あーマジか、ちょっと今キッカーを変えましょう。よっしゃ、オッケー、ロージェルマン、オッケー、やりましたよ。いいね、サポーターと一緒にね、勝てば首位ですからね。一部にも上がったことないルオがゲームとはいえ首位に立てるんですから、勝ってのはお見事お見事。これ初ゴールなんかな、スキップでやってたから分かんないのよね。あ、2、あ、2ゴール目いいですよ。マルセイユから試合出せってメールが来たからな、結果出してるわ。ジェルマンはフランスのニースで14ゴールがキャリアハイかな。モナコの時は2分の時にそれぐらい取ってるはずなんやけど、まあ、モナコが優勝した時の、まあ、主力ですからね。And here's Medran. Ruben Perez. Victor Rodriguez. Valère Germain. What can he do from here? すごいな、見えてたんやな。Ruben Perez. Firing it in. Excellent block. あっ。負けたな今な。あ、よし前半終わった、オッケーオッケー。さあ後半の立ち上がり気をつけないと、10分ぐらい15分気をつけたら、まあ、もう一回こっちに流れ来るかな。はい、後半やっていきましょう。シュート2本ずつだったみたいですね、前半ね。なんか首位争いしてるチームだなみたいな。
首位じゃない、優勝争いかしてるチームだなっていうような試合展開ですね。シュートもそこまで、ね、なく、You sense they need to pick up the pace a little. Start utilizing the wide areas more. The back line's doing a decent job. Hopefully the forwards can do that as well. Now can they counter cleverly? Well, not to be in terms of the counter attack. 素晴らしい。ナイス。ルベンペレスが粘った。Opportunity. What a vital ああ、もったいない。And he takes on the shot. Denied once more. まあちょっと無理にシュートしすぎたけども、まあでも攻められて失点しそうだったところを奪ってからシュートまで行けたのはでかいんじゃないですか。てかルベン・ペレスが粘ってくれたのがでかかったな、さっき。いやーこれちょっとどうかな、大丈夫かな。中2枚になったけど、あの一番遠いのはまずいかもかな。おっと、ちょっと離れちゃった。なんで？ OK。ナイス。選手変わりますね。ああ、そうか。そうやったな。Dieguez, Leandro González Pires, Barbona with it, Medran, Rubén Pérez, Dieguez, Victor Rodriguez. Yeah, ちょっと今タイミングが悪かった。クソやらかしたな。Another treat from La Liga coming up for you live here on EATV. It's Atletico facing Real Valladolid. Yeah, I'm predicting a cracker there. Both teams will have a real go at each other, I'm sure. Lamar.出たのかと思った今。そうですね、この試合あんま絡めてないからね。いつもよりパスが少ないのは少ないな。各練習多分ね10本ぐらいパス通すんですよ、一試合で。多分もうちょっと試合時間長かったらもっとつながるんだろうけど、つながるというかパスするんだろうけど。まあ、中盤の様が特に多いよね、やっぱり。おーっと、マジかわせなかった。うまいな今のは。うまいわ。あ、そうですね、変わってモラタ入ってる、出てる、OK。これ選手変えよっか。アウシシュを入れるか、アウシシュ入れますか、誰に変える？ロドリゲスに変えてアウシシュ入れる？で、トップ。まあ、カンパナ消えてるからな、この試合な。でも決定力カンパナが一番高いんよな。もうちょっと様子見るか、両サイド変えるか。And with play stop, they will make the change now. さあ、芸術家が入ってきますよ。どんな絵を描いてくれるんでしょうか。ちょっと期待してるんですけども。まあね、当初の予定とはね、違うポジションで起用になってますけど。まあちょっとチーム事情もありつつ。Pace really hurts defenses, and they've got that in abundance. A really sumptuous ball. Could be. よし、OK、2点目はでかい。よし。交代したばっかりだから。Well, here's the replay. It's a very neat piece of deception to get past the defender. And once he gets himself settled with the keeper to beat, he hammers it into the back of the net. Smashing goal. 逆にシュートっていうこの
一番入りそうな感じの。いいですね。ナイスナイス。そりゃそうなるわ。そりゃそうなるよな。なると思う。この前レアル・バルサとやって一勝一分けなんですよね。でまあスキップでやったんであれなんですけど、チーム状態としては悪くなかったから、まあよっぽどのことだね限りとは思ってたけど、まさか2点取れると思ってた。しかもまだ無失点で来れてるのが、そっちの方はびっくりかも。ほらただそういう話をしたら失点するか。ほら危ねえ危ない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 。いやー助かった。なんかさ、アウシュさ、喋れてる？アウシュパス出すときのさ、フォームさ、すげえ綺麗やな。Inexcusable, really. Back to the drawing board in training next week, I'm afraid. No way back from here for me. お、入った。すごい。3点目。素晴らしい。Here it is again. It's a great team passing move to set up the chance. But then there's plenty to do from there. He's hit it so well. Lots of pace, lots of power, and the keeper just can't react in time. Great strike. ああ、ほんまうまく重なった時にシュートを蹴ったな、これ。出るはいいんじゃないですか。2部とかにいそうですけどね、イングランドのね雰囲気。ちょっとカンパな人に本当頼ってたとこが、これ多少ね、ナイス解消されたかなっていう気はするけど、カンパナ。Now let's see what they can do here.Real danger. It's opening up for them. Burnic. Not even close to troubling the goalkeeper. なんかあれですね、シュートまでの流れというか綺麗ですね彼ね。シュートのなんかいいですね。ちょっと待ってね。ああ、そうか。ジェルマンサイドもできんのか。すげえな。じゃあ、こうしときますか。バストのトップに入れて、ジェルマンちょっとサイドに回しますか。まあ、びっくりマークついてるけど、マイナスにならないってことはできるってことやもんな。すごいな、ジェルマン。武藤選手は、まあ、びっくりマークつかないけどできるしね。すごいな。いろいろと。出るだろ。助かるな。ルベン・ペレス。Inside the final 2 minutes of this contest.あーちょっと長い。あーでももったいないな今の。いやー狙いはなー、よかったな今な。すんげーよかった、そこだなって感じだった。そうですねっていうね。何分？ 2 分。失点したくないな。ナイス。なった、オッケー。やった。首位に立てた。しかも完勝と言っていい。よし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 。
and a well-deserved win. すごいアウシュに可能性を感じて、うん、いい試合。はい、どうしましたか。あ、そうですね、サベトラがね、出れなかったんで、それが大丈夫ってことですね。はい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 。いやー、勝てましたね。まさかのね、 3-0 っていうのはちょっとびっくりですね。うん、ちょっとびっくりしましたね。まさかそんなうまいこといくとは思ってなかったんでね。あー、びっくりしましたね。まあ次回はそうですね、まあ近い試合をやっても面白くないかなと思うので、まあ結構飛ばしますか。うん、まあちょっと考えとこうかな。どこを取ってなかったっけな。まあちょっとまた見直しておきましょう。はい。いや、勝ててよかったですね。うん。今シーズン優勝っていうものがちょっと見えてきたかなっていう感じにはなりましたけど。まあでもまだね、勝ち点2の差で、レアルが下にいますからね。全然油断できないから。まだまだこれから次回までに首位を守っておけたらいいですけど。まあどんな感じになるかわかんないですけどね。なんとか頑張りたいと思います。では、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ないよね。はい。では、ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。バイバイ。